皆さん、こんにちは。深瀬小嫁です。えー、本日ですね、ニセ夢という8番出口ライクと呼ばれてるジャンルのゲームの中でもとりわけ評価がよろしそうなゲームやっていきたいと思います。いや、意外と、ホラーゲームの才能、才能じゃなくって、体性があるんじゃないのかななどと勘違いをしているんですけども、で、ノーマルモードね、これは毎回、 怪が発生しますうーんと、ただね、操作が、どうも、キーボードの方が良いそうで、ちょっとね、速攻だけ心配なんですけど、やります。んちょっと操作確認したんだけど、パッドだとやっぱりちょっと、微妙な、感じが、するから、頑張ってキーボード。 やろうでこっちがこううん。でこうあ開いたな。で進んで,でトイレとなるほど。電気ね。でこう進んでなるほど。はいお邪魔します。あこの子ねサムネでいる。でしゃがむのがこう。 なるほど。なんかホテルなんだっけえ,えなになになにちょっと、乗ってるなんだ今何を撮ったこうかなんこの度は民泊トゥルートリームにご宿泊いただきありがとうございます。お知らせチェックアウト9時。お願い、お休みの前に部屋の中を探索して覚えておいてください。 お休みの前に電気をすべて消してください。うちの子供と遊んであげてください。誰じゃえぇ、ー、覚えとくまあ、ね、8番出口ライクのゲームだからね。え、あそこにボールがあって、家があって、ゴミ箱があって、キャリーケースがあって、絵がある。この絵とかも変わるんじゃないの開ける。んー、ハンガーが4つ。 OK。いや、操作なのよ、問題は。え、君がいて、緑、んーと。で、あと、ティッシュと、ここも、あ、開く。なるほど。あ、し、閉めてください。ここね。あ、なに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  はそんな、逃げる事態があるチェイスあるいや、なんか、ダッシュっていう機能があったんですよね。で、閉めて。で、エアコンがあって。<laughs> ま、テーブルの上に乗っちゃってるんでしょうね。で、えー、冷蔵庫開かない、フライパン包丁。うんうん。全然、マイ知識がなくて、 で、どの程度の変化なんだろうチューリップかなで、靴があってで、電気があってで、うーん、脱水のみ。まあ、こういう細かいのは多分ないでしょう。で、風呂場。お湯溜まってるもうすでに で、上は大丈夫。で、シャワー。うん、ふんふ、んふん。まさかこの茶色とベージュの並びが変わるってこともないよねいやー、コントローラーで、ほんとゲームやったことないからおぼつかないわ。で、トイレがあって、ペーパーが5個。中とか、裏とか、特には、 あ、閉めれる。閉めれる。なるほど。うん。なるほど。電気消すっかじゃあ、一旦。で、玄関の電気を消しました。えじゃあ閉めとく。はい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 。ええ、ここも閉めとく。 OK. あ、怖いな。さすがにちょっと怖いな。うん、OK。あれちゃい。ちゃうちゃい。ん閉める。だ、や、多分大丈夫かな。しゃがむのは、こう。あ、下とか。特には何もない。OK。 うん。絵でしょ三人家族。ハンガーがあった。君がいる。しし。えっと、こうこうこうこいやー、これとっさに操作できるかなあとは寝るだけと。なんかその一時間に1回、異変があって、それをなんとか乗り越えろという、 話ですよね。ああ。ちょっと怖くなってきたな。いや、でも大丈夫。意外とホラーゲー体制があると信じる。あ、長押し。おやすみなさい。おはようございます。え、どれだけ時間が経っても外はずっと暗いままだ。おそらくこれは現実ではない。二世夢ってことであれば夢の中だろうか。 他の人の書き置きと私の経験から今までに分かったことをここに書いておく。えー、これを見ている人がいたら役に立ててほしい。これは夢の世界だろう。現実とは異なる変な箇所。貝と呼ぶことにするカメラでか、ま、カメラで撮影してから寝ると時間が進む。えー、なるほど。えー、でふんふんふん。えー、どうしても ああは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 あ。え、一時に戻っ、んえああ、進行が終わってしまうということ。んんああ、はい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 。え、カメラの使い方、見撮影、ほらほほ。撮影済み。 ほんほんほんほほお撮影モードになり、緑色の枠、えー。中心を捉えると四角が表示されます。ん大丈夫かなえ変なところを探せということ。ちゃう。 あーなるほど、ここで構えなるほど。えー、構えるのは右クリック。で、変なところというのはどこですかまずこっちからチェックします。うんうん。ああえ、えー、え。 な,ないのあれ、明らかに異変でしょうあずみ。で、こうする。進んでるオッケーオッケーこういう感じねじゃあ、こっからチェックしよっか。おかしい点はない。調べずみ。ん君、動いたりしないあは,はは。 え、ノーマルモードだから、絶対異変があるはずなんだよ。オッケー。近場からね。出れない。あれいや、エアコンあるもんな。閉めて。怖いから閉めて。閉めて。 私ね。閉めて。怖い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 。おしこの部屋は、大丈夫だな。俺は大丈夫。あ、こっちか、ちょちょちょ、えー、こっちか行きたくねえなぁ。オッケー。行きたくないなぁ。お、え、え。 大丈夫だよねでフライパンオッケーオッケーオッケーだよねえー、じゃあてまえからいこうかなこれ電気あ、つけれないんだいや変化はないかなちゃ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 で閉めてオッケーですね はい、閉めまーす。えー、えー、箱とかも特に、普通、はい。えー、ていうことは風呂場ってことなんかいるやだよちょ、く、く、くクリア、クリアリング、クリアリング、オッケー特にない。ん はい、さよなら、さよなら。はい、はい、はい。えぇ、ー、あ、シフトでダッシュで、あれダッシュできませんけどダッシュして、ダッシュ機能が、いや、今なってるよう、ね、で、進んでるオッケーでーす。でお、お前動かないかちょちょちょ。お前のこと疑ってるけどなうん。 OK。オッケ,ーオッケー。この部屋はおかしな点は、あ、ちょ、っと待って。ね、しゃがん、しゃがむ機能があるということは、下に何かあったりよし。この部屋の安全はひとまず確認しました。で、カーテンを開けます。いや、ここの外見るの地味に怖いんだよなはい。こんにちは。 大丈夫そうか大丈夫そうですねじゃあ、帰りまーす。はい、さよなら、はい。はい。この部屋の安全はひとまず確保。次はクローゼットです。大丈夫大丈夫意外と閉めたらなんかあるとか。 はい、大丈夫。大丈夫よ。私、やれてるよ。で、ここはチェック済みだからし、あんじゃ、次、外か。行きたくねえな。こんにちは。はい。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。異変。いや、ないよね、異変。異変。 包丁もあるし。あ、あ、あ、おやおやおやあらららら。オッケー、さよなら。さよならーい。や、いけてるね。はい。9時になればいいんでしょ今3時だった。 人形がない。えよっ。人形を見つけなきゃいけないってことですね人形よ。人形あの可愛いアヒルどこじゃもう大丈夫。あの人形がいないという異変だということは分かったから。閉めて、閉めて。 怖いから。オッケーオッケー。もう全然テーブルの上乗、乗るけどね。えあといや。お。人形人形いない。オッケー。ガンガン調べてくわよ。うんうんうん。 人形アヒルあの子の名前なんて言うのいない。あの子がいない。おいないなあ、開けれそうなところはないし。ちょっと待って。閉めたら逃げれないかもしれないから。いや、人形いないなトイレトイレしてるココココン入ってますか おやおや。いらっしゃったね。これでええやろうって。はい。え下がる。さよなら。ねえ、シフトで走れる走れないけどなあお、私押してんのシフト。帰ってきたいや、いいぞ。やれてるぞ。 オッケーまずー、まずは外チェックね。ああ、外チェック。いや。うん。大丈夫。エアコンの線もある。いや、外に出なくてもいいのかいや、外、ええー、いいのかな うん、関係ない。うん、でしゃがみ。OK。OK。ねこの家族も変化はありません。ちょっと交代して。クローゼットいや。うん、大丈夫そう。一応ね、中もチェックするわよ。 はい、閉めます。うん。あれ持ち手は変化ないよね。こええよ。びっくりした。時計の音か。え、ここはチェック済みだから閉めます。来きたくね。こっちね。行きます深瀬暦、行きまーす 包丁ある大丈夫。大丈夫。この辺、二口コンロだったよね。それ細かな変化はないですよね。OK。じゃあ、ここから行こうか。チェこんにちは。 こんにちは。いや、変化はないかな一緒しめる。何があるともわかんないからね。OK。え、こちらにす、えー、風呂場か、風呂場か。怖いなこんにちはくく。く、く、く、クリアリング、クリアリング、クリアリングは大事よ。大丈夫そう。大丈夫そう。 えあれ、お、お。いや、異変があるはずなんだ。あ。ここもなんか。開かないよね。ん。ここもなんか対象だったな。開けれはしない。 えー、異変ないですよええええここも対象なんだが。どういうことだいや、電気ついてるのは共通でしょえー、何かを見逃してるか ゴミ箱あゴミ箱あったっけわかんねえわかんねえいやえー、ラジオ使ったらだって一時に戻るんでしょえ一、ー、時に帰りたくないいやええ えこの本の並びとかも対象ってことテレビえー、ええー、なんだわかんない。くそ。8番出口ではパーフェクトプレイをしたのに。ええー、ドア閉じてみるでも電気ついてるの普通でしょ うん。んなんだえ何が違ういや、お湯の色は一緒。え、まじでわからん。やだやだやだ。ラジオは使いとうない。帰りたくない一時に。ええも。 でもわかんないよ。うん？えー使っちゃう？話進まないもんな。え？え？え待って。うん。 いやいや。一回出るかじゃあ。お、サボったもんな。サボったリングができてる。いや、えぇ、ー。わかんない。どこだ。えティッシュでしょ え使っちゃうかやくそ、悔しいんノイズ この辺かいや、ここじゃない。んこの辺だなえここか だけど,どこじゃラジオくんわかんないよ多分この辺なんだろうなゴミ箱か本当は3個ないとか ま、しゃーねー、寝るか。わかんなかった。何だったんだ次の世界では、ですよねちょ、チェックチェックチェック。えー、まずこの部屋のチェックは去っておき、あ、待って、あの本も対象だったよなえー、グレー、黄色、オレンジ、4冊。悔しいのー。悔しいのー。 ちょっと待って。正解を見に行こう。3個。え ?3。えなん、えさっきの変化は何だったんだえー、二口コンロえあ、なんか、ああ 蛇口なんか変だったかこんな感じじゃなかったよな。蛇口なかったのか。なるほどね。いや、もう、もう見つけてるんで。えー、っと。あ。あここ,ここ、ここ、え、あ、ごめんなさい。おやすみなさい。これでええやろって。え またいなくなってる。同じかなリセットされるそれとも1個クリアしたのは、OK ってことあ、まあ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 。はい。あ、いない。じゃあ、また違う変化ってことだ。うん、変化はわかってる。あいつがいないんだ。 おい、鳥早く出てこないと焼きますけどはい、あ行った行ったよ行ったねーかくれんぼしてたのかなしゃがみますこっちを見てよかくれんぼしようえ、え、なに4 3え、かくれんぼ二一 何何何あ見えてるよえ隠れたらよかったの何もう何をすればよかったのああ、ほわ。あ、ここにいたな、あいつ。くそ。説明してくれます私、隠れんぼのやり方知らないんです。 くれんぼする友達いないから。お前。じゃ、こっちからチェックしますんクリアリング。いない。あ、開けちゃった、開けちゃった。まあ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 。よい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 。ちょ出て出て出て。はい。はい、さよなら。はい、さよなら。あ、閉めて。 こいつが、いなくなったら、怖いな。うん、一回見つけたやつはもう出てこない感じかうんうんうんん。<laughs> 二口コンロ。いや、意外と、変化の対象が、多いな。あ、そっか、これなんか変化多いんだっけこれ3個でしょ え、蛇口。この洗濯機も対象だったよな。うんうんうん。<laughs> 大丈夫。靴。大丈夫。じゃあトイレ行こうか。ガンガン行くわよ。もう。もう、大丈夫です。 5個。はい、閉めまーす。ちゃんと裏側もチェックするよ。職人だからね。トイレットペーパーの残量とかは関係ないっすよね。OK。じゃあ次はこっちらですね。クリアリング、クリアリング、クリアリング。あえ あ,あ、ここも対象なんだ。うわぁ。いや、思ってるより、むすいかこれ。んーと、そして貝が見つけられないんだな。えー、変化はなし。 4冊えっと、1時でしょえまた変化が見つけられない。見つけられない。4個でしょこのハンガーも対象だ。マジか。えどこだどこだちょ、もう一回見よう、もう一回。電気がある。 ドアの場は別におかしくない蛇口あるえフライえフライパンフライパン,フライパンってこの方向だったっけえっ、うん逆ってこともないええー うーん、変化、ないかな。いや、緑、緑だよね。そういうデザイナーズマンションだよね。ええー。え、まじでわかんない。むずいです。どうか。電気と、あの、か、かし、なんだっけ空気清浄機。うーんー。ねえ。いやー、ラジオー くそどこだ一応しゃがみもチェック。コンセントでしょ。えこのテーブルも対象だ。時計でしょ。えー、ねえ、ないくそえ この部屋ってこと遠ざかる。この部屋の中だなぁ。いや、お前じゃないでしょええこのテーブルってこと 確かに、こ、このマット、こんな色だったかマットの色まで見てない。おはようございます。いや、色、えー、何今のが、今の何一時でしょえわかんねえ。で、ドアノブ。君はいる。オッケー え、さっきのやつの答えがわかんない。難しいよ。うーんオ OK?OK です。あ、やばい、マジでよく見とかなきゃいけないんだな、最初。一時でしょ なんで落ちたそびっくりポイントってこと疑問の方が勝りますね。よし、進んだやろって。顔なかったもん。<laughs> オッケーオッケー。ね。変化なし。そうだよね。顔なかったもんね。笑顔とか関係ないよね。はい。外を見ましょう。 オッケーです。はい。君はいるでしょいや窓に変化は特に。いや、操作がおぼつかない。あれは4冊ある。これ2時。なんか時計も変なところない。じゃ次は。フロージともハンガーが4本。オッケー こんなのあったっけなんだっけえ。OK。まあまあまあ、ひとまずこれ疑惑ですね。ああ。くそ。クリアまで、いかほどかかる私オッケー。OK。冷蔵庫もおかしな点はない。二口コンロ。 フライパンやっぱこの形でいいんだな。で、ゴミ箱も3つだし、蛇口あるし。さよなら。 おやすみー。なんだよ、びっくりした。でも、ああいうの、見に行かなきゃいけないんだよね、きっと。実況する人って。まあ、私は行きませんけど。あの先に何があるのかは、まあ、それを見てる方のね、実際の目で、見ていただきたいと思います。見といてよかった。 びっくりしたなえそうなのよ。私ホラゲーで、わーとかキャーとか、見えないから、ホラゲーの才能がないんですよね。時間 OK。4冊にはなってない。んなんか今落とした気がするけど。 しゃがみ。OK。えチェックです。あの子供は誰なの、の待って、この子かなんか、ファッションが似てましたよね。はい、チェック。ここにいらした子も黄色い服着てましたし。まさかそれが流行ってる的なサムシングではないわよね。 この部屋は大丈夫かえあのドアノブの位置が高いとかないですよねなんかあるけど、高さは大丈夫ようんうんうん。よっ。んなんか音がした。 ピントの問題だなえ。コンセントある。えなんか。いや、気のせいか。 音がするような、しないような、ホコリチェック。こういうとこ、たまるよ、ホコリ。こういうとこだね。ちゃんと、角までね、掃除しないとね。うん。いや、久しぶりにこっちの変化だな。ふく、二口包丁。蛇口も変なところはない。これ、上向いてる、下向いてるとか、さすがにないよね。 で、蛇口。鏡オッケードアノブもオッ OK。オッうーん。特にないですね。じゃあ、各部屋チェックに参ります。いや、トイレットペーパーの、トイレットペーパーの残量なんて意地悪しないよね。 さすがにわからんどそんなオッ OK。ちょちょ、でてててててて。はい。じゃあ、風呂場 覗覗く時またもいいているのだこちらをねはいさよならさよなら帰る帰る帰るはいはいはいいやダッシュできないけどいいのかな4時4時もうちょっともうちょっとかいや半分い,っ <laughs> いや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 イメチェンかアキ様等身が伸びているないや かわいいよ、それも。てか、よく見ると、ちょっとファービー味がありますね。じゃ、もうね、早く行きたいから。やべ。どのぐらい撮って、6時、6時、6時。OK、6時。うん。この部屋の変化は特にはこれも緑だし、君も等身が戻ってるし、 てるよな。右の方についてったはず。で、コンセント、しゃがみチェック。コンセントある。OK。じゃあ次は、お外をチェックしてまいります。いや、意外とキ、キー、ボード操作、慣れてきたのではないでしょうか。OK だね。あいあんへ <laughs> 開けません、さよならうんこの部屋はひとまず大丈夫そうかな時計の進み方がおかしいなんてこともないキャリーバッグ、うん、大丈夫だよねこ持ち手がどうとかなかったよねはい <laughs> えこれもしかして落ちますえ新深淵シリーズ はい。おやすみー。はい。7時 !7 時 !OK! あと、あと2個じゃ。OK, OK, OK. で、ここで1時に戻ると、私は泣くわけですが、うんうんまあ、ぱっと見た感じは、 ない。うん。カラーリングも別に。あそこの、こ持ち手の伸ばしがどうとか言われたら、無理です。チェック。え、深淵シリーズちょっと面白かったな。一応外出てみますもう伸びてるってこともない。はい。チェック完了。OK。 ホラーゲーの才能がないということに関して少々お悩みだったりもしたんですけどでもガンガン進められてるから大丈夫。いや、怖いんだよ怖いんだけど、8番出口ライクのゲームはやれるな。そのやっぱり間違い探しという 点が強調されてるからタノピーですはい。はい、チェック。オッケーオッケーじゃーん、お次はこちらか。こんにちは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 。うんふ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 ん。いや、ここは大丈夫そう。電気の個数も合ってる。 で、二くっこんのでしょ一応、ここの裏も見ておく。うん、大丈夫。で、これ3個。3個。光の加減か。空いてるわけじゃない。靴の向きも大丈夫。ドアノブも大丈夫。お花の数も大丈夫。 稼働してる大丈夫。じゃあ部屋か部屋ってこっちね。こんにちはペーパーの残量も大丈夫いや。意外とトイレが何も起きないなぁ。ふん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 。はい、オッケーでーす。え、くあんゃあん。はい。じゃあ次は、風呂場か。 黒馬。ちょっ。あ、ここだ。ボルゾーですね。え、もうちょっとちょっ助けて、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 おやすみなさーい。なに、なに、なに。あ、ああいうのを見なきゃいけないんですよ。 8時オッケーいやこうちょっと今のブクブクはさすがにあのお腹がギュッてなったよ外のチェックから行くこれはさすがにクリアしたいもうだって1時間はまだやってないけどオッケーもうん、ちゃい慣れないあのキーボードの操作で 頑張りました。はい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 。はい、じゃはい、OK、はい、でーす。で、エアコンもついてまーす。で、本のカスも大丈夫。ふんふんふん。別に伸びてるとかいうこともない。ええも、いい笑顔ですね。ふん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 。大丈夫。大丈夫。 一応裏もチェックするよ。はい、大丈夫。この部屋は、貴様動いたりしないよな。まばたきするだとか。おい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 。なんもないよな。なんもないものとして、話を進めますが、後から、あの、動きますとかす、そういう後出しは、ダメだよ。申請通らないから。 いきまーすいきまーすんーんいや、ないな。二口コンロ。え、フライパン、オッケー。オッケー。ここも逆ってことはない。稼働してます。 鍵とドアノブが逆ってこともないし、色が変ということもない。えーっとあ、意外とトイレが出ないんだよなそろそろトイレあるかおい、ない。え裏面もチェックいくよ。風呂場の裏面チェックはやりたくないんだよな、さすがに。ちょっと怖いよね。おい え風呂場また風呂場あのそろそろ現実に帰りたいクククリアリングクリアリングよあー湯船は普通だなえよっえ やっべえやっべえ異変わかんねんええ異変異変ないですけどえだって8時でしょ時計の動きが変ということもないし。 ど、どないしょ、どじょ、え、帰りたくない。帰りたくない。クリアして、あの、自分家に帰りたい。貴様はえ、ええー、やだ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 。いや、怖いということではないんですけど。いやええー、帰る。帰ります。え、ね、え。ないよ。 目が動くということもないえっ、ー、ない変化ないよどこじゃもうっかいもうっかいチェックじゃん避難の際にここ破ってうんうんうんあここにも変化あるんだないや 普通に室外機。いや、ここにはないな。嫌じゃ。わしは帰る。で、エアコンも特に。いや、ティッシュ。リス。 変化諦めない諦めない気持ちが大事だよ<お>ここも対象だえっマジで変化多いなすごいなこのゲームうん どこじゃ絶対。わしは絶対諦める。あーじゃあもう一回こっち行くか。はい。うん誇<ー>りがあるわけでもない。包丁もおかしくないフライパン。 マジでどこどこ私は誰ええ、マジでわかんない。やだ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 。うん、さすがにこの文字は変わらないでしょう。8番出口やった時に、私は細かいところを見すぎだということに、 気づいたんですね。いや、これはおかしいところないし、えー、箱も普通。うん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 。<laughs> いや、並びはおかしくない。え、しゃがみか髪の毛が溜まってる様子もない。えー、やだ。蛇口、鏡。ええー。だって、変な点はないでしょ換気扇あるし。 やっべえ、マジでわかんねえ。あ、今閉まってる。え、え、ちょっとこれはギブか。さすがに。いや、廊下でしょトイレ。 何の電気だ。いやちょっと電気怪しいか。電気ここ四つだったっけ。わかんない。もうもうわからん。電気の数も見ないとダメだな。どうせ帰るんでしょ一時。 この度は、トゥルードリームにご宿泊え、ご宿泊いただき誠にありがとうございました。うちの子供も喜んでおります。ですが、まだ遊び足りないみたいです。またのご利用心よりお待ちじゃろ。あマジマジマジえ明るくなってるマジちょっと待って、当ってた当ってた。あっえええ天才じゃんいや、そうなんだよね。 電気ここ3個しかいじった記憶がなくて、でね、あのー、ここか、ここか迷ったんだよ。ただ、だいたいトイレの電気って、こっちについ、え、違う違う、え違う。確かここで、で、廊下と、廊下とトイレって、連続でつけた記憶があるんだよね。そうそうそう。 だから、ここかなぁと思って。やったわちょ、諦めない気持ちって大事もう全部つけてってやる。むかつくから、全部つけてってやる。あ、ちょ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 、えぇ、ー。あ、カーテンぐらい開けてくわぁ。わぁ。ああ こんな感じなんだ。ああ青空帰るさよならテレビ、テレビね。テーブルの上にも乗ります帰ろう帰ろうわあわあって、あえお帰ったらどうなんだろう はちょっと難しかったかなっていう感じもするんですけど楽楽しかった楽しかかっったたですのどっちの方が楽しいとか全然そういうことはなくて。 パッドでできたら一番いいなって思うんだけど、まあまあまあ、敵から逃げるっていうのはないみたいなので。え、エンターで終了どういうことあ,あ,あ、えー、まだの方、クローゼット、謎の液体、謎の液体でいいんだよね <laughs> バスタブの奈落。あ、あいつわらしなんだ。のびのびキューちゃん、あ、きちゃんというのね エントランスドアの隙間。おいー。うんうんうん。奇妙な花。余分のライトスイッチ。あれあれあのなんか隠かれんぼがどう、あ、あれはクリアしてないやつか。ちょっと待って、え ?81? マジめっちゃ多いな。え楽しい。 えー、いや、動画ではここまでしかやりませんけど、個人的にちょっとやるか、ま、ま全部は無理だけど、あのー、謎の液体あれブクブク言ってたでしょあれ気になるんだよなえ、ちょっと待って。あなんかクリックで何かできるわけでも、ない。えぇー。あはー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 は さっきもちょっとご挨拶しましたけど、2戦目、これで終わりになります。いや、楽しかった。あの、本当に8番出口ライクゲームという新たに誕生したジャンルの中でもとりわけ評判が良くて、やりたいなってずっと思っててやったんですけど、めっちゃ楽しかった。これもスチームで300いくらとかもう全然500円しないぐらいで買えるので、 私は81個中13個しか、あの、貝を見つけられませんでしたが、皆さん、いかがでしょう ?300 いくらのゲーム、十分楽しめます。楽しかったです。では、また別の動画でお会いできたら、できたらいいなと思います。お疲れ様でした。バイバイ。